トレンドニュースの高まりです。米欧州女子ツアー全英前哨戦のスコットランドオープンの初日が開催され、このチャンネル一押しの渋野日向子選手が8バーディーノーボギーの64で回り、8アンダーとして単独首位につけました。久々の大きなのろしの打ち上げに感激です。2日目以降もこの調子を守ってほしいところです。他の日本勢は畑岡奈紗、勝みなみ選手がイーブンパー24位タイ、昨年覇者の古江彩佳選手は2オーバー54位タイ、西村優菜選手は4オーバー92位タイと遅れを取りました。ここでホールアウト後の渋野日向子選手のインタビュー動画です。ナイスラウンドでした。ありがとうございます。お疲れ様です。まず1日振り返ってみていかがでしたでしょうか。まあ、ノーボギーで回れたのはすごくびっくりですし、まあ、風のある中で冷静にできたのが良かったかなと思います。先ほど協会のね、あのインタビューでファンタスティックラウンドって言われてましたけども、はい、一番渋野さんのファンタスティックだった一打ってのはどれに？やっぱりあの流れを切りそうになってた18番の、まあ、セカンドをラフに入れちゃって3打目ラストしかできなかったのからの4打目のベタピンパーセーブがかなり自分の中で大きかったかなと。結構楽しみな1で2日目に入りますけども、はい、明日への意気込みをお願いいたします。まあ、また明日も切り替えて頑張りたいと思います。期待しております。ありがとうございました。インタビュー動画いかがでしたでしょうか。今までは笑っていても何か作り笑いのようでしたが、今度は本物の笑顔のようでしたね。皆様はどう思われたでしょうか。最後に一般の方のコメントの紹介です。このところアメリカツアーどころか国内までも予選落ちが続いていましたが、先週の久しぶりの予選通過で何かをつかんだのか、初日単独首位とは信じられません。しかもリンクスですよ。このように忘れた頃に何かをやってくれるのが彼女の魅力で、皆から愛されるゆえんです。このチャンスを生かして LPGA ツアーメンバーとしての初勝利に期待しています。以上コメントの紹介でした。渋野日向子選手、もう予選落ちはないと思うので、全英のことは今は忘れてこの試合に全力を尽くしましょう。頑張れ渋野日向子。ということで今回の配信を終わらせていただきます。最後までご視聴ありがとうございます。感謝です。また次の動画でお会いしましょう。楽しみにしています。